織田家のプリンス織田秀信が登場です。能力値の上にこれまでの顔が貼っておきます。かっこよくなりましたね。29位は織田信勝、かなりらしさが出てます。かっこいいかと言われたら微妙ですが結構好きです。認めません。28位は池田輝政、国宝姫路城の改修を行っている様子でしょうかね。以前の顔ぐらいよりも穏やかになった印象です。27位は結城秀康、天下三名僧、お手切れの割合がすごい、かなり目が決まっちゃってる猛将の仕上がりです。26位は毛利勝永、以前の顔ぐらいもすでにイケメンなのでほぼ変わってないですが躍動感がかなり増しています。25位は関口宇治郎、大河ドラマどうする家康の渡部篤郎さん効果で知名度アップの今川家重臣、威厳増し増しです。24位は佐久間信盛、軒佐久間の異名をそのまま書き落とした系顔ぐら、かっこよさでは他の織田重臣にはまだ及ばない。23位は伊集院高官、兵を取り仕切り島津で滅亡の危機を救った筆頭家老、この新顔ぐらは秀吉と交渉している姿でしょうか。22位は石川数正、どうする家康の松重豊さんの開演で注目を集め、やっと新顔ぐらを手に入れた徳川家の重臣、やはり大物感あり。21位は穴山梅雪、こちらもどうする家康効果で新顔ぐらをゲット、イメージ通りの白ずきんが似合ってる顔ぐらになりました。